ショートしながら、ニューオーリンズのミュージシャンらしいファンク、R&B も織り混ぜたサウンドを展開する。1943年、ニューオーリンズに生まれた。まだ10代の頃に、リードーシーのバンドメンバーに抜擢され、彼と共にツアーに出る。1960年代中頃になると、オールフールズバンドを結成、地元のクラブに出演するようになった1970年代に、 入ると、ジョニー・アダムスのバンドに参加。アダムスとは、以後20年の長きにわたり、ライブ、レコーディングに関わっていった。一方、1970年代の後半になると、自身のバンド、ロードマスターズを結成し、ヨーロッパツアーもこなすようになった。1981年、初のソロ作来人、イン・マイ・ハートを、零細レーベル、ヘップ・ミーよりリリースした。 1980年代半ばにはワシントンは、ラウンダーレコードと契約。同レーベルからは、計3枚のアルバムをリリースしている。その後、バージンレコード系レーベル、ポイントブランクからもアルバムをリリースした。1992年8月、初来日。1999年3月にも、ブルースフェスティバル、ザ・ジューク出演のために再来日している。 2007年、同じく、ニューオーリンズのミュージシャンである、ジョー・クラウン、ラッセル・バティスト・ジュニアとトリオを組み、ニューオーリンズのクラブ、メープルリーフで活動するようになった。2008年には、久々のアルバム Do In The Funky グ i n g をリリース、好評を博している。同年クラウン、バティストとのライブ版クラウン、ワシントン、バティステ、ライブアットザ・メープルリーフもリリースした。 ジョークラウントリオ、ありがとうございます。